ローカルヒーローインタビューということでですね、はい、いよいよまた始まりました。はい、今日は鍼灸師の武田さんを迎えましてですね、はい、アウトローな話を、させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、武田さん、目が覚めましたか？覚めました、バッチリ。はい、コーヒーのおかげです。今ね、コーヒーを飲んでですね、はい、目を覚まして、インタビューを取りたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。お願いします。はい、早速なんですけども、はい、鍼灸師の、武田さん、はい、自己紹介と、まあ、どんな仕事をしてるかお願いします。はい、高松市はですね、大高見町で、鍼灸接骨院やってます、武田鍼灸接骨院院長、武田喜一郎です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、それで、武田さん、いきなりなんですけれども、はい、武田さんとは私あれですよね、はい、倫理法人会で、はい、私は広報委員の代表で、はい、武田さんがモーニングセミナーの代表です、はい、ございますね。お世話になっております。それでいつもね、毎週倫理法人会の来週の告知っていうのを、はい、武田さんと私2人でやってて、はい、武田さんもかなりアウトローなですね、はい、人生を歩んできていますので、はい、まずは幼少期、子供の時代からですね、はい、紐解いてきて、はい、で、人生、まあ、カバンの工場なんかもされとったりですね、はい、そういう中でこう紆余曲折ありながら今現在に至るというどんな人生だったのかというのをですね、はい、聞きたいと思いますが、まずね、はい、子供時代はどんなような子供だったんでしょうか。案外こう、はい、倫理では変わり者だと言われてるんですけど。あ、まあそうですね。子供の時ですね、はい、とにかく一番自分の中で大きくですね影響したのは、はい、私は、はい、カバン工場を営んでる父親のですね、はい、長男で生まれたんですけど、はい、実はですね、はい、少年時代は、はい、自分を次男だと勘違いしてたんです。あ、お兄さんがおったわけではないんですよね。いや、真面目にお兄さんがおると思ってたんです。どっか行っとんだと、お兄さんとお姉さんがおって、どっか訳があって行っちゃってるんだと、いつか帰ってきてくれると本当に思ってたんです、高校生ぐらいまで。はい。それはなんかこうあったんですか、ドラマというかエピソードが。実はですね、はい、私がちっちゃい時は、はい、おじいさんですね、つまり父親の父親と三世帯同居をしておりまして、うんうん、で、おじいさんがある人からですね、はい、実は津高市とか忘れたんですけど、そちらの方でね、うん、旦那の DV で、うん、子供を2人ね、男の子と女の子連れて、うん、ちょっと逃げてきとる人がおると、はい、その人は困ってると、はい、どないかならんもんかとうちのおじいさんが相談されて、はい、それだったら、はい、うちの家に来たらいいとね、寝泊まりして、で、昼間はカバン、その時は手袋だったんですけど、うん、手袋工場、鉄道って、で、夜はですね、はい、うちの、息子の嫁と一緒に晩ご飯作るの、鉄道たらいいと。で、びっくりしたのは母親ですよね。急に3人も来るいで。決めてしもうたんや。おじいさん勝手に決めて。恐ろしいおじいさんやから、うちの母親逆らえんで、相談なしで、いきなり、3人の人が転がり込んできて。はいはい、そんな。で、はい、で、私にしてみたら、子供の時ですね、はい、1歳頃ぐらいの時だったと思うんですけど、お兄さんとお姉さんがおって、お兄さんお姉さん今、その女性が連れてきたお子さんだったんです。お子さん2人だったんです、そうです。はい。それをずっとお兄さんお姉さんと思っとったわけね。そうです、本当に。ほんで？で、お兄さんはですね、その時覚えてるのが、三本松のですね、私の生まれ育った町ですけど、三本松の、海の方の海岸連れて行ってくれてですね、はい、で、砂浜で船を作ってくれたんですね、砂でね。あ、砂でね。で、それがなんかすごいかっこよくて、わー、お兄ちゃんすげーと思ってね、お兄さんがおるっていいなと思ったし、お姉さんお姉さんで手引いてくれてね、近所の駄菓子屋があったんやけど、そこを連れて行ってくれてね、アイスクリーム買ってくれたんです。だから、あ、お姉さんがおるっていいなってね、本当に次男の立場というか、それを、こう、一歳の時ね、もう幸せに感じて、なんかこれがずっと永遠についてらいいなって、本当に思ってたんです。その印象が強烈だったわけですね。ねえ、それなのある日、忽然とおらんようになったんです。おお、ええ、だから。それを高校時代まで信じとったわけ？だから、信じた、いや、だから、真面目に、
例えばドラマの世界みたいにね、その華麗なる一族みたいになんか訳があって、そのなんかそういうお兄さんとお姉さんおるんやけど、なんか途中で急におらんようになったりとかね、なんか血が繋がってなかったとか、ある、まあそんなんはわからんですけど、とにかくなんか深刻な事情あったから、これは親にも聞いたらいけないことだと思って、高校1年生の時まで聞けなかったんです。ある日意を決してですね、母親に聞いたわけです。はい、あの、ちっちゃい時、お兄さんとお姉さんみたいな人おったんやけど、あれ何だったのって聞いたら、そしたら母親が、ああ、あれかって。で、あれはな、高校で、なんかあの、ご新さんの DV で、あ、こっちまでね、来た人おって、それでうちで、あの、住むことになって、1ヶ月ぐらいだったけど、あの、おって、その後、向こうのね、ご主人が、あの、もう二度と暴力振るわんからって謝ってきて、それで、あの、みんな帰っていったんや、相手。そうだったんですか。だからもう、ほんまにね、あの、それに振り回された少年時代だったんですね。まあ、それをずっと持っとって、言うに言えんっていう。はい。で、言うてみたら、何のことないっていう。だから、僕が真剣悩んでるのに母親は、ああ、あれかで終わっちゃったんですね。はい。だから、まあ、相当ね、やっぱり、長男で生まれたのに、あの、こう、自分は次男と錯覚して育ったね、あの、まあ、もしかしたら屈折した、あの、少年時代だったかもしれませんね。ちょっと、武田さん、思い込みの激しい、子供時代だったんですか？そうですね。だから。なんか、前、ほら、親から怒られて、はい、あの、競争ですかね、運動会かなんか。あ、そう、マラソン大会でね、あの、父親参観日が小学校1年生の時あったんですけど、あの、父親が父親参観日から帰ってきてですね、はい、あの、担任の先生に言われたわと、ね、はい、前マラソン大会がありましたけど、お宅のお子さんは、クラスの男子の中で、一番、あの、足が遅かったビリだったと、はい、ね。だからもうちょっと運動させてくださいと、はい、父親言われたんだけど、帰ってくるのにね、はい、いくらなんだビリーことあるかとか言って、えらい怒られて、はい、あ、じゃあビリーはいけないんだと。で、それからね、2、3年後にも、なんかうちの父親が、あの、父親の友達から言われたらしいんですけど、うん、お宅の長男は変わってるわ、みたいな言われ方したらしくてね、はい、で、あの、で、帰ってくるのにね、友達に言われたわって、もっと普通しとけとか言って。ってことは、普通にしとくということは、例えば、クラスの中で、ね、あの、22、3人男子がおるけど、はい、ビリで怒られたと。はい、ね、で、トップ取っても多分お父さんも怒るだろうと。いくらでもビリも怒るけど、一番も怒る、怒るだろう。いくらでもトップ行くことあるかって。他の子に失礼と思わんのかって。頑張っとんのみんなって。ね、だから、普通にしとけってことは、22、3人、の、あの、男子がおるわけやから、そのちょうど中間ぐらい、はい、11番か12番ぐらいが、もしかしたらお父さん一番怒らんのかなと、真面目に考えちゃったんですよ。一番も怒ると考えてしまったわけですか。お父さんはきっと普通じゃないね、一番。普通にしとけいう、その普通ってなんだっていうのが非常に、すごくね、わからなかったわけですね。少年時代ね、もうわからなかったですね、本当に。うん。トップ取ることさえもいかんというふうに思った。そうです。はぁ。そうか、うん、そんな悩みがあったのか。で、まあ、さらにね、あの、自分は、あの、次男と勘違いしてる男でしょ。おー。その周りが相当変わってたと思いますよ。で、まあ、体操もそんなに、じゃあ、あんまりしなかったわけですね。まあ、運動もね、やっぱ苦手だし、うん、足も遅かったしね。まあ、お勉強の方はまあまあしたんですか？お勉強の方はね、うん、まあ、中学校から塾行き出した関係もあるんだけど、うん、まあ、これはね、うん、あの、向いてると思ったんです。勉強の方が向い、だって、武田さんね、ちょっと話それますけどね、僕、春読っていうところに一緒にね、ちょっと体験会行ったんですよ。春読ってのは一瞬にしてね、こう、本があるじゃないですか、こうね。これをピューッと見て、その内容を覚えるわけなんですけれども、はい、めちゃめちゃ早い。ありがとうございます。もうほんま、もうこんな早い人おるんかいのというような。あ、で、春読をね、覚えたらそれぐらいになりますよという、体験感なんだけれども、はい、もう春読の体験せんでも早いという。すごく。そういう意味で向いてるわけですね、まあ、記憶というか、まあ、それは頭すごいかもしれませんし、うん、とにかく勉強という世界はですね、はい、やればやるほどこう間違いなく成績が伸びていくから、はい、だってあのクラスでね一番足の遅い子がね、はい、1年間必死で努力したって、うん、クラスで一番速くなることはまずないでしょ。ああ、そっか。だけど、学年で勉強がビリの子でも、うん、1年間死ぬ気で努力したらね、うん、学年で1位になることはあり得るわけじゃないですか。
あ、だから本当向き不向きが、武田さんにとっては走るよりは勉強する方が一番取れる確率の方が高いわけですね。これは間違いなくね、自分の将来に対してですね、うん、もし高学歴を、はい、このまま身につけていったらですね、はい、こんなね、美味しい世界ないんじゃないかと思いましたね。学歴社会だったしね、その時は今と違ってね。美味、うん、しい世界。東大とか京大行けばね、おうおう、僕の人生は約束されても同然だし、当然ね、お嫁さんだって素敵なお嫁さんが絶対来るだろうと。またそう。うん。飛躍してますね。もうほんまにそういう妄想癖はすごかったですからね。それでどうだったんですか、それは。結局ね、まあ、高校はね、一回浪人しちゃったんですけど、おうおう、やっぱり国立のね、東大とか京大目指してですね、マジで目指した？マジで目指した。ほんまに点数良かったですよ。その時共通1位でやったけど。おうおうおう、ね、まあ、だけど、でもね、ちょっと、浪人してる時代ですね、ちょっと、僕ね、こうやりすぎて、で、模擬試験はね、もう A 判定出だして、あ、これは確実に受かるなと思ってたんです。おう、だけど、12月になったぐらいに、ちょっと調子がおかしくなって。うん、何の調子が？体？精神ですかね。精神？いわゆるね、受験ノイローゼだったと思うんですけど、はい、夕方頃ですね、日が沈む見てたらですね、はいはい、無性に死にたくなったんです。もう、なんかもう絶望感しかないというかね。だって、A 判定が出たらもう希望しかないじゃん。まあ、だからそういうね、模擬試験でもう合格どんどん確実になってきてんのに、なんでかね、気持ちは沈む一方で、もうほんま調子の悪いままね、共通一に迎えて、結局ね、ちょっと失敗したって予想よりね、100点ぐらい点数が低くて、はい、で、そのままもう二次試験に突入したんですけど、結局、国立ね、二つともダメだって、はい、で、まあ私立の言うことになったんですけど、その受験能力が治ったきっかけっていうのはですね、うんうん、実はその私立の受験手続きするとき、うんうん、その手続きしとうないって僕はだだこねたんですね。どういう意味でしとうない？だからこの私立は一つね、うん、これいけ、まあ、すべてまで受けてたんですけど、うん、これは行きとうないとだだこねたんですね。はい、うん。俺たら父親が普段はね、そんなことで怒りはせんのにね、うん、この時では真剣に怒ったんですね。うん。また最初から受けるなとかね、おとんが受かったんだから言っとけとか言って、ね。おで、もう僕はもう嫌やなと思いながらね、その、まあ、国立落ちたん分かって、はい、その私立のとこですね、はい、その入学の手続き、一人でね、その時、瀬戸はしなくて、船乗ってね、連絡船乗って。情緒あるな。その関西の方行ったんですね。で、行ってですね、その大学の駅降りて、でもどうなんしようかな、もう事務所の前まで行って、とりあえず手続き船で帰ろうかな、なんて思って、で、大学行くのは、正門まで坂道で、坂道上がっていったら、なんでか知らんけどね、こう、背広の人とか、中には紋付き袴の人とか、で、晴れ着の、なんかこう、ね、うん、女の人とか、降りてくるから、なんなんかな、これは、と思ってね。おうおう、で、正門行って初めて分かったんですけど、実はその日ね、その大学のね、卒業式だったんです。そうです。はい、はい、はい。で、正門のとこでね、いろんなサークルの人らが、後輩らがね、その卒業生を胴上げしたりね、で、こう、こう、紙吹きもあったり、花束渡したり、みんなと一緒に笑顔で写真収まったりしてるから、それ見てたらね、ああ、この大学、こんな感じでね、みんな笑顔で卒業していくんだと思ってね、で、こんな笑顔で卒業してるんだったら、この大学でね、いい思い出作ってお世話になるかなと思って、それで入学手続きして帰ったんですね。ああ、そうなんですか。で、帰ってね、母親にね、入学手続きしてきたって言ったら、うん、してきたって言って、その時、はっと気づいたら、あれ？夕方やのに、うん、俺死にたいと思ってないって。毎日死にたいと思うよ。毎日死にたいと思ってたんですよ、その12月ぐらいから。そら受験ならんわ、12月からだったら。ね、もういよいよ精神崩れててね、その時。よかったね。だからね、結局、無理してたと思うんですね。だからまあ、もちろん、一流大学行って、で、ね、やっぱそのステータスに憧れてたと思うんですよね。はいはいはい。学歴社会のその勝者になりさえすれば、将来の自分の人生は約束されたも同然だと思って。だけどそれがやっぱり、本心からそんなにね、うん、その勉強が大好きだったわけじゃないし、うん、単にそれにちょっと向いてるのが分かったいうだけで、それにのめり込んで、ひたすら勉強した結果がどんどん心が病んでたという。大学聞いてもいいんですか？大学、あ、どうぞ聞いてください。どこですか？関西大学です。あ、関西大学。はい。あ、ほんならもう結局関西大学の方に、うん、進学ということになったわけですね。はい。あ、その4年間はまあまあもう普通に過ごしてたんですか？その時はね、うん、結構いろんなね、学内で友達ができてよかったですよ。学園祭の実行委員とかやっててね。ああ、僕もやったやった。あれで友達できるよね。そう、もう学部とかサークルの垣根を越えて、うん、わかるわかる。どんどんね、幅広くできるから、だから、
関西大学で2万人ぐらい在校生がおるんですけど、結構ね、こう、キャンパスの中歩いててもね、普通にね、ようとかね、あ、こんにちはとかね、なんぼでもね、知り合いにね、こう、出会えるというね。だから、ちょっと今の私も所属してるけど、倫理法人会に似てるとこありますね。ほんで、あれですか。はい。やっぱりその学生時代は、こう、女性とも、こう、付き合ったりなんかしたんですか。いや、モテませんでしたね。モテませんでしたね。振られたことは数知れずだけど。ねえ。まあそういうようなことで、武田青年が、まあ大学時代から終わって、次、家業を継ぐというところまでの間をお話しいただきたいんですけれども。はい。あ、そうですね。まあ、まずその家業を継ぐために、父親にですね、カバンの会社もうその時は継ごうと思ってたんで、はい、なんか、カバンの問屋とか紹介してくれないかって、父親に相談したら、はい。そしたら、それは義理ができるからダメだと。普通はね、だいたいカバン屋継ぐんだったら、カバンのどっか、そうです、そういう関係はね、はい、行けというの多いんですけど、うん、そうじゃなかったわけですね。そうですね。だから、父親が言うにはね、うん、お前は融通が効かんから、ね。もう今も効かないじゃないですか。そうですね。今も効かないんですけど、お前融通が効かないから。父はさすが読めとるわ。だからね。だから、なんかね、流通関係とかね、百貨店とかね、そういう接客の覚えて、そのね、そういうの世の中は勉強しろと。世の中勉強してこいと。で、まずね、百貨店とかをその時受けたわけですね。おー。あ、何年ですか、その頃は。その頃はね、1990年入っとって、もうバブルの頃でしたね。もうバブル全盛期。ほんならもう百貨店といえばもう憧れじゃないですか。そうです。もうほんまにね、華やかな世界。うん、もう、例えばもう100万単位のもんでもボンボン売れてた時代ですからね。やったね、頃はね、本当に。で、そういうのを行こうかなと思っとったわけ、まあ、行ったんで、なんぼかな、百貨店、まあ受けたんですけどね。うんうん、まあとにかく、なんかちょっとお高く止まってるから、僕はこんなの向いてないなと思ってね。俺は百貨店キャラじゃないと。思ったんですね。うんうん、で、スーパーも、じゃあ受けてみようかと思って、うん、スーパー受けたら、おじさんその時ですね、うん、すごくニュースなんかも取り上げられてた、国際流通グループ、ヤオハンですね。お、聞いたことありますよ、それ。有名じゃないですか。そうです。で、とにかく、海外にいろいろ展開してましたしね、はいはい、今度本部を、香港に移すと。おだからなんか、流通で、世界舞台に、グローバルな、ね、こう、戦略を立てて、はい、その流通の最先端でね、世界を股にかけて、ね、取り回って、なんかすごいなと思って。いや、あの頃ね、流通だったらもうほんまにヤオハンもすごいもうトップレベルだったですよ、スーパーでは。そうですね。まあとにかく、うん、社員があと若くて明るくて勢いがあった。うん、だからそこに惹かれたようなありましたね。あの頃勢いありましたよね。そうです。本当にいろんなね、西武もね、そうです。西武百貨店とかね。そうです。すごい本当に影響、まあ、ありました。僕もすごい憧れてました。はい。うん。まあ、それで入りました。はい、でね、どこに乗ったんですか、まあ、とりあえず、まあ、その、配属されるとかはあんまり真剣に考えてなかったんですけど、はいはい、ね、なんか、こう、人事の人がね、研修の時、配属先を読み上げるわけですね。はい、はい。そして、武田喜一郎、はい、はい、ね、はい、ね、熱海店選挙ね、熱海店というのはその時の私たちの、私のおった会社の、はい、本店で一番売り上げのあった店舗の、選挙に回されたんです。だからね、もう、むちゃくちゃきつかった。鮮魚って、まあ、お魚ですよね。魚で、もう朝とにかく早いんですよ。5時前に入るの当たり前ですから。旦那さんの仕事はどんなことしよったんですか？いや、もう最初から魚が、ひたすら切る切る切る。魚切りちゃったんですか？ひたすら切る。切るべし、切るべし。切る。今、打つべしやけど。今、そうでしたけど、その時は切るべし。刃物使うことは変わりないんですけどね。今人間切ってます。いや、刺してます。今刺してます。いや、切ってない。切ってない、切ってない。刺してますけど。まあ、いや、言う。すいません。切るべし、切るべし、朝からもうずーっと。切りっぱなしです。そんなに忙しいんですか？忙しかった。もうこんな忙しい仕事、この世にあるんかと思って。あっという間10キロ痩せましたよ。本当に。あ、武田青年そんな苦労されたんですか？まあ、その時はね、苦労、よくはね、言われたんだね。とにかく分からんでね、でもなんかこう、やたら朝から眠たいから、こうやってね、そういう時はもう水もそうやって、ズカーで、うわ、左指切ってしまったって。自分の向きでしょだ相手ね。もう一気に目覚めるわ、相手。まあ、すごかったです。ほんで、それ何年間ぐらい続いたんですか？ 4 年半ね、結局。鮮魚？ずっと鮮魚。ずっと鮮魚でした。おー。はい、
で、お父さんは言われる接客は、切るべしばっかりじゃなかった。まあ、もちろん、学んだわけですか。普通に、いらっしゃいませってね、だから、その時のチーフから言われたのは、はい、お前は魚切るのは遅くてダメだけど、声だけはいいと。だからその声で、向こうのね、店の端まで聞こえるぐらいまで、その声でね、お前の声通るから、ね、とにかくいらっしゃいませ、いらっしゃいませって、もうね、声張り上げろとか言って。今は言われましたね。それだけ褒められました。なんか、キルブス、キルブス聞いたときはめっちゃ早いんかと思ったけど、遅いね。いや、鮮魚の中でね、3人ですね、同期がおったんですけど、僕一番仕事がダメだったんですね。だからね、その上司がね、その後コスタリカに2年ほど勤務してて、で、帰ってきてね、おったんです、久しぶりに2年ぶりにね、はい、コスタリカ行ってたその時のチーフにね。はい。そうしたら、弱いと思ったんだけどね。うん、なんか、後の二人、うん、もう辞めちゃったって言うじゃないかって、うん。なんでお前だけ喜んでんだよって。お前が一番先に辞めると思ったわ、って。お前が一番できなかったじゃないですか。できなかったのなんでお前がおるんだよ、って。お前一番可愛がってくれたんですけどね。出来の悪い子ほど可愛かったんかなと思いますけど。まあ、この辺、そうね、後から出てくると思いますけど、出来のいい人がいいわけじゃないっていうのは、多分 ね、武田さんの人生からまた読み取れると思いますけど、はい、後ほど聞きますね。はい。まあそういう中で、ヤオハンは、まあ、はい、もう、いよいよ、カバンに戻っていくわけですか？実家の方の事業。まあ、4年半して、結局、実家の方帰って、父親の下でね、はい、まあ、手伝い出したわけですね。うん。で、その当時、まあ、ヤオハンっていうのは、まあ、有名なことですけども、まあ、倒産に向かっていくような状態になっていくわけですけど、武田さんの時は、まだ大丈夫？まだ、そんなにね、下り坂ではなかったんですけど、うん、やっぱりね、ちょっと、あれは、拡大しすぎたんでしょうね。国内はほとんど黒字だったって言いますから、海外がダメだったんです。あ、海外路線がちょっと失敗したわけですね。そうですね。やっぱり先行投資しすぎてね。そっかそっか。まあ、それで、今度か、家業に戻りましたと。はい。どんな仕事から始まったんですか？まずはね、カバン作るって内職の人が、はい、町にね、何箇所かあって、そこにですね、そのカバンの、その、作る前の、川沿いだやつとかを持って行ってね。そして内職の人はその間テープ貼ったり、はい、折ったり、貼り合わせたりして、次の日の朝になったら取りに行くんです。だから夜の間にできてるんです、ある程度。段取りが。あ、要するに内職してくれるわけですね。そう、内職の人を持っていけば。あ、うちのね、お袋もね、実は手袋をずっとミシンでね、やってたんですよ。ああ、そうですか。だから農業して、うん、で、農業ないときはもう手袋でずっとしてっていう。うん、だからもうお袋なんかもずっと内職、僕が子供頃。はいはい。そんな感じで内職の人に持って行ってっていう、そういうビジネスモデルですね。ビジネスモデルとか、本当に車の後ろに積んでね、ワゴンカーの後ろに乗せて、段ボールで単位で乗せて、これで内職の人と持って行ってね、あ、これお願いしますって渡して。うちもほら、はい、言ってもらえる。次の朝だったら受け取りに行くと。そういう段取りでした。はい。そうやってた。はい。ああ、そうですか。はい。まあそういうことが、まあ一つ最初の仕事だったわけですね。はい、そうです。何人ぐらいの規模の会社だったんですか？まあ、最盛期はね、30人ぐらいおったらしいんですけど、おうおう、僕の時はもう半分ぐらいにね、うん、もう減ってて、うん、ほとんどが高齢化しててですね、はい、もう60から70代以上の人ほとんどでしたね。あ、どんなカバンを作られてたんですか？まあ、女性専用の、こう、ショルダーバッグとかね。ショルダーバッグ。そういうですね、こういうちっちゃいタイプのね、持つタイプのもありましたけど。もともとは手袋屋さんという。手袋から、やっぱ手袋は季節もんだから不安定だし、うんうん、で、同じ革もんということで、で、カバンに切り替えて。革の手袋だったんですね。革の手袋だったんです。ああ、はい、そうか。まあ、それからどういうふうに、こう、まあ、良かったんだけれども、まあ、だんだんちょっと、そのあたりが、しぼんできたっていうことをお聞きしたんですが、なんか原因があったんでしょうか？やっぱり、その中国産に押され出したのが一番大きいと思いますね。中国産って、本当にそれまで粗悪なのが多かったんですけどね。うんうん、だいたい90年代半ばぐらいからですね、急にこうクオリティが上がり始めたのは、やっぱり日本人技術者が中国の方行って、それで現地のですね、15、6の娘とかを、教えるわけですね、やり方をね。はいはいはい、そしたらもう向こうの子らは、ほんまにね、それまでほら、中国って社会主義だったし、はい、だけどだんだんほら、自由化になりだして、おうおう、で、向こうの人らにしてみたら、こうね、縫えば縫うほど、作れば作るほどお金になるいたらもうね、これね、そうです。その15、6の元気な娘がね、夜も寝んで、ひたすらこうガンガンミシンで縫ってくれるわけですよ。はいはい。そして何より安いと。賃金も10分の1ぐらいだったんですね、そうです、当時。だからもうそれにですね、だんだん国内のですね、そういう、カバンとかそういう製品が中国産のね、勝てなくなってきたんですね。コスト面においてね。
お隣のね、白鳥町も手袋とかなんかかなり作ってますけれども、はいはい、ね、そうですね、あの頃、あちらの会社、白鳥の会社もかなり、あちらの中国であったり韓国であったり出ましたよね。そうですね。まあ、スワニーさんなんか典型じゃないですかね。そうですね。そういう時代だったわけですね。そうですね。そうなってくると、自社でカバン作ってる、武田さんのとこは海外には行かなかったわけですか？まあ、それもね、父親提案したんですよ。中国でね、はい、ね、そして、安くね、コストを下げるんだから、はい、そっち進駐した方がいいんではないかと言ったんだけど、父親はね、はい、せっかく近所のおじさん、おばさんが、年は行ってるけどね、うん、そういう人らが安い賃金で働いてくれるから、今はその必要はない言うてね、やっぱり変えようとしないんですね、そういうところを。お父様は変えようとしないわけですね。そうです、そうです。なら、まあ、武田さん自身は、まあ、まあ、その時、社長ですからね、お父様が。まあ、父親は社長ですからね。ね、だから、まあ、そのまま、もう。もう、そのまま、なんか、惰性しかないのかなって、もう、本当にね、はい、この先、うちの会社どうなるんだろうって、まあ、不安でしたね、正直。あ、不安。何歳ぐらいだったんですか？その時は、私は27、8だったんですよ、ね。あ、まだ30、うん、まだ30来てない。2ターンぐらいですね。はいはい、ああ、そうですか。うん、まあ、そんな中でちょっとずつ売り上げが下がってきたりなんかして、し始めて、はい、そうです、なんか事件が起こったということなんですけどね。事件の、まあ、うち、やっぱね、まあ、うちの父はその前から体調崩してですね、うん、心筋梗塞でペースメーカー入れてたのもあったんですけど、今までも覚えてんだけど、97年の7月7日、七夕の日にですね、はい、うちの父は脳梗塞で倒れて、で、脳梗塞だったんですか？脳梗塞です。そうです。で、私がもう救急車呼んでたら間に合わんと思って、自分の車で運んだんです。白鳥病院まで。へぇー。で、そこで、病院の先生に、脳梗塞と聞かされたんやけど、父親がね、その時、症状で吐いてたんでね、はい、私はてっきり食中毒かと思ったんです。はい、だから脳梗塞聞かされても、何のことやさっぱりわからなかったんです。まだ、若いしね。若いし、医療関係なんか全然そういうの伝わってないしね。今でこそわかりますけど。ああ、わからんのね、まあ。とにかく履いて、偉そうにするけん、白鳥病院連れて行ったんや。連れて行った、そうです、そうです。ほんで、もう見たら、脳梗塞です。脳梗塞ね。で、その時まだ麻痺の症状とか出てませんでしたから、もう先生には、おそらく麻痺出るでしょうって言うとも、麻痺って一体何のことなの？それすらもわからない。もう頭が真っ白すぎて。はいはいはい。本当にもう、なんかね、その時何したか、だから半年くらいかなり記憶がね、スポッと抜けてますね、その時は。かなり衝撃だったんやね。そうですね。あ、そうなんや。で、お父さんは無事だったんですか？まあ、まあ、1メートル射止めて、結局ね、99年のですね、その後、まあ、1月19日。1月10日で、いや、ごめん、覚えてます。1月19日に119番したからってね、本当それでも覚えてるんですけど、1999年で1月19日、自分自体がね、ほんまに。うん、あれなんですけど、でももうほんまにね。なんか今、七夕だったんが、今度なんかそういうね、うん、なんか本当に、その間はね、かなり記憶が抜けてるところでも多いですね。その2年間ぐらいがこう、波乱があったんでしょうね。まあ、やっぱり、うちの父親のね、弟2人との仲が、おじさんですね。おじさん2人との仲が、おじさん2人、常務と専務やってたんですけど、はい、それがもう断絶されてしまったいうのがね、やっぱり一番のね、なんか、人間関係は崩れてたとこかなと思いますね。お父さん、まあ、ちょっと戻りますけど、お父さんが脳梗塞で入院されました。はい。その何ヶ月後には出てこられたんですか？まあ、秋には帰ってきましたけど、夏の7月7日に倒れて、秋のあれ、どのぐらいだったかな、勤労感謝の日ぐらいだったかな、には帰ってきたんですね。帰ってきて、また職場に復帰したと。いや、その時ね、もう家、会社も閉めてたんですよ。だから、うちの父親はね、ま、会社が、うちの母親からはね、まだちゃんとやってるって、もう嘘ですけどね、うん、心が折れたらいかんので、入院中の父親には、うちの母親ちゃんと、僕の名前ね、喜一郎がやってるよって言うんでね、言うてて、それで、なんとかまあ、リハビリ頑張ってたんです。その頑張ってた父親が、家帰ってきた会社がもう電気ついてなくて真っ暗で。うん。ねえ、で、もう誰もおらんし。ちょっと待って。2ヶ月ぐらいやろ？ 7 月、8 月、9月、10月、11月の終わり頃やから、5ヶ月間、父親の会社が、うん、存続してると思ってたんですね。5ヶ月リハビリしよったんや、お父さん。頑張って、その心をね、なんか、その俺ささんためにうちの母親はあえて嘘を言ってたんです。ね、うん、はい。
その5ヶ月の間に何があったんですか、はい、武田さん。まあ言うても お父さんがいなくなった、あと今おっしゃっとったお父さんの弟さん2人がおった、ね、武田青年がまだおったと青年この辺りと従業員がおったと、うん、まあ従業員はここはい、まあごちゃごちゃあったわけですよ。その辺り聞いてもいいですか。あ、大丈夫です、はい、はい、聞いてください。これちょっといろんな意味でね、はい、こういうないんですかね、こんなことってたくさんあると思うんですよね。うん、でも、まあ、本当のことを言ってくれる人はいないので、まあ、そのあたりをちょっと武田さんに聞いてみたいと思います。はい、はい、まあ、お願いします。結局ね、父親が倒れてからね、おじさん2人がそれまで、まあ、どっちか言ったらね、父親にね、かなり抑えられてたと思うんですよ。父親がにらみ聞かしてたというかね、はい、割とお父様は怖い方、怖い中では怖かったですよで、おじさんら2人はね、うん、まあ、父は商業高校卒ですけど、はい、おじさんら二人は大卒でね、うん、その後おじさんらはね、上のおじさんは大手飲料メーカー、ーで下のおじさんはその時のね、電電公社、つまり NTT の前身ですね、に勤めてらって、だからね、うん、大学出て、大手に勤めてるわけですから、あ、これで一生安泰だみたいな状態なわけですね。その当時のね、うん、僕らのおじさんとかお父様になってくると、大学行ってる人少ないですよ。そうですね。うん、で、やっぱり、そこでね、自分らは将来安泰やと思ってるところへ、うん、おじいさん、つまり、創業者ですね。はい、父親の父親、つまりおじいさんが、その、おじさんの二人にね、はい、もう会社手伝うために帰ってこいと会社辞めて、はい、で、人事に直接ねじ込んで、直接辞めさせて、おじさんらにしてたら不本意だったと思うけど、帰ってこさされたわけですね。おじいさんがこう電話して、LG だったり、電電公社だったら電電公社の、方に電話したわけです。まあ、で人事課にね、直接言って、あ、もう家手伝うすから、会社ね、辞めさせてくれって、だったんでしょうね。それはもうちょっと不本意ですね。今だったらちょっと考えられないかもしれんけど、当時はね、まあそんなんが、まあ、割とパッパッと取ったんでしょうね。ああ、そういうことですね。うん、はい。うん、うん、で、おじさんが、まあ、2人が残って、そうですね、うん、で、まあ、おじさんらは専務と常務の立場だったから、うん、で、父親がね、入院した後ね、事務所で喧嘩してんですね、2人が。はい、で、言うてんには、なんか上のおじさんが、なんか下のおじさんがね、事務所で帳簿開いたのを見て、はい、その前、父親は帳簿とかおじさんの2人に見せてませんでしたから、はいはい、で、下のおじさんが帳簿開いたのを見て、お前は簿記の資格なんか持ってないんだから、うん、そんなんすんなと、向こう行って、カバンのね、秒でも売っとれと。はい、そしたら下のおじさんも怒り出して、はい、で売り言葉買い言葉みたいで、うん、2人が事務所で喧嘩してるから、うん、あ、もうこれはあかんわと、はい、もうこの人ら2人をとてもないけど僕は使っていけんと思ったんですね。うーん、だからね、おじさんらにね、だんだん注文がスワップだったけどね、はい、この会社もう持たんのではないかと思ってね、おじさんら2人に言うたんですね、うん、僕はもうこの会社ね後取れませんと、うん、だからおじさんら2人で話しようって、うん、おじさんの2人どちらかが社長になってくださいと、うん、言うたんですよ、うん、そしたら上のおじさんはね、お、言うたな、今のこと忘れんなよいや男に言うもありませんおじさんの2人で話しようってどっちか社長になってください、うん、僕はこの会社より武田家の方が大事ですと、おうおう、僕の家族の方が大事ですと、ね、父親の、後看病に専念しますんで、うん、おじさんら二人でどうかこの、ね、うん、会社の社長になって、うんうんうん、どっちかが会社の社長になってこの会社を、ね、続けていってくださいって、はい、僕はこの会社から何も持ち出しませんって、ね、その会社はおじい様が作ったようだったんですかね。おじい様は創業者です。そうです、はい、でお父さんは2代目、2代目です。で3代目どうするかということ、まあ、そういう話を、ね、うん、そういう話になった時、おじさんの2人でどちらかがなってくださいって言ってて、僕はもう引きますからという、そういう話だったんですね。ほな言うたなっていうふうに、言うたも、まあ、言うたらそのおじさんが、じゃあそのおじさんが後を取るようになったんでしょうか。いや、次の日になったらね、はい、なんとか知らんけど、そのおじさんら2人とですね、はい、それで会社の中のその製造部門でトップの人の、はい、その人を巻き込んで、うん、やっぱお前がやれって、えわしらはできんと。いや、言うたなって言うんやけど、言うたおじさんが、いや、昨日あれ、なんだったんやて、極端に言うたら、その工場を自分のもんできるか、自分のもんできるか、言うたの、もう、じゃあ、何も持ち出さないなみたいな感じで、あ、もう僕はもう、引きますって言う、言うたのにですよ、うん、で、でもね、なんか、設楽さんはね、その製造のトップの人、まあ、A さんとしたら、その A さんの名前でね、はい、わしは A さんがやった方がええと思うんやけどなとか言って、赤の他人でしょ、そうで、A さんよとか、どうぞ、A さんの方がちょっとびっくりして、ちょっと待てよ、これって言うから、ね、もうこれはもう、もうこのおじさんの2人もダメだと思って、えもう、この人らね、もう、とりあえず一回僕ね、社長になろうと思って、わかりました、じゃあ社長になりますよ、言って。なんか、ちょっと待って、話が展開早いんですけど、はい、すみません。うん、それは、やっぱり、
会社がなんか大借金をしとったとかそういうことですか？いや、それはないんですけど、ただ注文はね、減り続けて先細りになってるから、うん、このままね、従業員を雇い続けることはできるだろうかと、今の人らをね。おじさんはそういうふうに踏んだんですかね、ほんだら。おじさんらはどう考えたか。その日はこう言って寄ったのに。わからんですけどね。一日で。その表現変わったんですよ、うんね、そのわざわざその A さんまで味方につけてね、やっぱお前がやれっていうもね、なんか変な話や。でも横でその下の人がごちょごちょね、いやわしは A さんがやった方がいいと思ったんやけどなとか言ってね、もうこの人らおじさんの2人ともダメだと思って、あ、だから一回ね、僕が社長になってね、ちょっと時間を置いてこのおじさんら2人切ろうと思って、あ、もうこのおじさんかなり給料も高かったわけですね。4、50万もろってたと思います。ああ、ほんでもうこのおじさん仕事はあんましてなかったわけですね。もうほんまにあの大卒というとか、ほらうちの父親がね、あの役員の仕事させてませんでしたから、はい、こうやってあのカバンのね、あの病を売ったりね、 あとこう皮削いだり、まあ、言ってみたら近所のおじさんおばあさんがやってることをね、うちの父親やらせてたから、おじさんでも不本意だったと思いますよ。ああ、そっか、それ自身もまあ一つの、うん、もうそれから急に経営やれると無理ですよね。まあ無理ですね、うん、うん、まあ、それもおじさんも考えて、じゃあもうお前やれとなったんで、社長になったんですか？社長になって、でしばらくしてからね、うん、いよいよ注文がなくなってきたんで、おじさんら2人呼んでね、もうやめてくださいって。それ5ヶ月の間ですよね、今言うたら。その5ヶ月の間あったんです。間に、ね、あ、お前やれとかなんか言うのはこの1ヶ月の間ぐらいでこう成り立ったわけですか？そうなったんですね。そので社長になったわけですね。社長になって、それすぐおじさんら2人に、うん、あのまあちょっと別々だったんですけど、うん、やめてくださいと。ね、もう僕には無理ですと。喜一郎さん、よう案外言いますね。うん、もう、だからもうその時はね、もうなんていうかな、もうなんていうかね、僕もね、あの、うん、だからもう人間としてのこうなんかそういう、なんか歯止めみたいなの効かなくなってたんかもしれないですね。もうちょっとね、こう、いや、軟着陸というかね、いろんなやり方もあったと思うんだけど、とにかくその時はもうおじさんなら顔も見るも嫌で、ねえ、だからこの人ははい、おらになってくれと、あ、なんかおっさん、会社からおらになってくれと、もうごちゃごちゃ言ってくるからね、うん、まあ、いつも、うん、そんな感じでしたね。昨日や今日帰ってきたそんな息子にそんなこと言われたくないやろ、だから喧嘩になったんちゃうんですか？もう大喧嘩ですよ、二人とも。ですよね、別々ですけどね。何抜かしちゃんやっていや、だから下のおじさんの時は特にひどくて、おねえねえ、あの家の後、うん、お前そんなこと出たら明日からこの街歩けんぞ、おいで、あ、言うわね。え、だからもう僕も逆ギレしてね、うん、ねえ、あのダメな息子はね、会社ダメしただけでしょうわとかって言い返してね、もうぐちゃぐちゃのまま終わってしまった。まあでもその後ね、ちょっとおじさんのとこ家電話してね、すみませんでしたってね、もうこれ以外方法なかったんですよ、言ったら、まあ、おじさんもね、もう一言分かったわ、みたいな感じでね。まあ、その後、まあ、おじさんら父親はね、結局、その亡くなった、あの、99年の1月19日の後のね、はい、あの、葬儀には、おじさんら二人とも来てくれましたけどね。でももうその5ヶ月の間に、じゃあもうおじさんも辞めていただいて、はい。で、まあ、退職金も渡して、渡して、はい。で、まあ、おじさんとは、まあ、まあ、その後、まあ、お父様の葬儀には来てくださったけど、うん、まあ、疎遠になったわけですね。もう疎遠になりましたね、結局、うん、はい。で、まあ、一応おじさんがいなくなりましたと、はい。じゃあもういよいよ武田さんが考えるそのカバンの会社っていうのを運営していくようになると思うんですけども、うん、武田さんの取った行動はどんなことだったんですか？あの、結局ね、はい、もう問屋さんにも電話ね、あの、何か注文ございませんかと電話かけるんですけどね、はい、もうなんせ狭い業界ですから、はい、もう父親のことも伝わってますしね、はい、いや今はなとかって。でもやっぱりその時思ったのは、うんうん、父親の信用でね、ずっと注文取ってたんですね、うちの会社はね。だからいきなりね、あの若造の私がね、あのその注文なんかありませんかって言った時とかね、ああ、じゃあこれ頼もうかっては急にはならないんですね。やっぱり信用っていうのはもうまるでその土台ができてませんから。だからほんま商売っていうのはね、信用第一とは言いますけどね、その時ぐらい痛感したらなかったですね。でもあれでしょ、その手袋の会社から始まってカバンの会社になってということで、はい、おじいさんの代からやってるから会社としての信用とかいうのがあるんじゃないですか？まあ、あるからね。だからあの会社としては優良法人でね、うん、長尾の税務署から毎年みたいに表彰されてましたから、周りから見たらね、だからいい、もう私はもう注文がもういよいよないんで辞めたいんですって、うん、よその会社のね、同業の社長さんにも打ち明けた時ね、うんうん、いや、あんたんとこはね、優良法人で税務署からも表彰されてんのに、なんでそんなん辞めるんやって、辞めたらいかんでみたいな、あんたの代でってね、言うんですよね、よその会社
社の社長さんはね。でも内情は違ったわけですね。内情はね、もう会社の中の人間関係はガタガタだし、で結局もう注文もね、その電話でね注文取るとしてもしてくれないし、でもお父様がそういうふうな、うん、もう倒れたということだったら、はい、これはもう銀行とかなんかもう卸会社ももちろん手を貸さなくなるわけですね。まあそうですね、一応銀行の人もね、まあ、心配してその声をかけてくれるんですけど、なんかねこれなんかもう引こうとしてるのかなっていうのはなんとなく感じて取れましたね。いや本当に ね、 これはね中小企業もすごく言えることなんだけども、うん、私の知り合いがそれこそお父さんは亡くなったんですって、で銀行が来て、お父さん死んだことを言うなと発表するなと言って2年間発表させてくれなかったんですよ。それまたきついですね。もうだから葬儀もあげれなかったんですよ。もう融資してもらっとったからね。なるほど、親父が亡くなったいうことになったら引かれるぞと。ああ、もう、まあ、業者が引いていくから、お前が潰れるぞって。銀行としては金貸しとるから。なるほど。うん。ああ、そのこともあるんですね。でもまあ、その時はね、僕とかもやっぱ狭い業界だし、知り渡っちゃってるから、街中とかね、その同じ、そのカバン業界なんか知り渡っちゃってるから、もう、止めようがなかったんですね、そういうね。そうですね、そんなことも。やっぱり中小って厳しいね。まあそうですね。だからもう作り上げときはこう勢いがいいんだけど、もういざもう崩れ出したらね、もうほんまにもう情けないもんだとね、思いましたね。だから本当にその後僕、会社ね、最後従業員段階的に辞めてもろて、はい、最後ね、残った、川がね、山積みだったんで、はい、ちょっとミシンのね、女の人一人、その人は続けてちょっと来てもろて、はいはい、でね、1000個ぐらい看板作ったんですね。残った革使って。あ、カバンを作ったんですか。1000個ぐらいあって。で、その1000個ぐらいあるカバンを、はい、ね、ほら、男は辛いよの、トラさんじゃないけど、ワゴン車の後ろ積んで、あっちょこっち行って。売りに行けカバンを売りに、ね、例えば美容院だったら、すみません、シリアル美容だったら、すみません、これちょっとお貸してくれませんかって。あ、お貸してくれたり。あと、フリーマーケットで、ね、並べたり。そんなことしょったんや。だから僕、このままね、衣装ね、トラさんになるかと思うんだよ。ね、そんな苦労されとったんや。もうそれを言っちゃおしめようみたいなね。へえ、高枝さん苦労しとるな。いやいや、その時はね、でもそれはそれでね、いろいろね、結構助けてくれる人がおったりしてね。だからまあ、社長という地位がなくなって、そうやってまあね、バッグの行商みたいになっちゃって、でもその時やっぱり、本当に助けてくれる人がおったらね、ああ、やっぱり人っていいもんだなって。って思いましたね。そこでね、頑張れよってね。それからね、ちょっと家内よ、うちの家内呼んでくれてね、ちょっとこれこうたれやーとか言ってね、言ってくるおじさんだったりね。おじさんもね。武田さんね、ちょっとここでね、はい、組織っていうことについてお聞きしたいんですけども、はい、今5ヶ月の間で、まあ、いろんなことがあってもうクローズということになったんですけど、はい、組織が崩れるのが早いですよっておっしゃったじゃないですか。そうです。やっぱりこれは他のいろんな、やっぱり組織が崩れるのは人間関係ですか、資金ですか、それとも売上ですか、何がこう会社が崩れるというところがポイントですか。うん、やっぱり人間関係じゃないですかね、その人を信用できる。うん、例えばね、はい、稲森さんだってなんかあったらしいじゃないですか、若い時に、はいはい、ちゃんと社員の給料を、ね、社員が一斉に反発を起こして、うん、こうストライキを起こすみたいな感じになってて、うんうん、だけど、まあ、その時ね、その社員のトップの人と話しようって、うん、今はこれぐらいしか払えんけどすまんね、これがねうまくいったら必ずね今で払えんかとも払うからってね、うん、頭社長自ら下げて、はい、でまあその従業員が納得してもらってね、その苦難の時代を乗り切ったっていうのもね、稲森さんも生き方という本の中で書かれてましたから、はい、やっぱそのね最後はもう信用、人間関係だと思います。それが土台ですと思いますね、うん、僕は、うん、その武田さんはきついようですけど、その人間関係がうまく手綱が取れなかったというところが一番ポイントですか。うん、本当にね、だから若造小僧だったと思いますね。その、うん、年はもう29になっててね、結局30歳で無職になっちゃいましたけどね。だからまあ本当に世間知らずの男がそのまま社長になっちゃって、おじさんら2人あっという間に切ってしまって、従業員らも心もつなぎ止めれんで、結局段階的に従業員を切るしかなくて、だから最後ね、従業員の人に最後の日にね、お給料手渡し、うちは手渡しだったから、はい、渡すんですね。はい、それで従業員の人らね、渡したら、ありがとうございました、一言も言ってくれないんですよ、とにかく。あ、いいね、受け取って、はい、さよなら、みたいな。はいはい、でも一人ね、近所の80代の、
このおばあちゃんね、パートで来てた80代のおばあちゃんだけがね、あのこうやって受け取った後ね、もう私みたいなお芋で作ってくれてありがとうございました、社長さんも大変だったでしょうって、ね、これからね、もう大変だと思うけど頑張ってくださいねって、その、まあ、ありがとうございましたって給料受け取ってくれてね、もうほんまその人だけでした、そうやって言うてくれたの、うん、だからもうでも金の切れ目が縁の切れ目だと思いました。あ、うん、はいはいはい、ちょっと涙が。でもあれやね、なかなかそういう近所での人がこうパートさんに来てくれとったから、はい、なんかその後ちょっと降りづらくなったりいろいろあったんじゃないですか。やっぱりね、あのちょっと近所歩いててもね、うん、前従業員だった人とかと会うわけじゃないですか、まあ一応こんにちはぐらい言いますけどね、うん、ほら前みたいな感じが全然違いますよ、うん、やっぱ向こうもあこんにちはぐらいだ、うん、だからそれ以上なんもないその説お世話になりましたはなんないあきついな。いやいや、まあそういう中でもう一応武田さんの第一章というか、まあ、ね、あの勤める一章が終わったわけなんですけれども、うん、まあそれから第二章の鍼灸医さんになるという鍼灸師さんになるということなんですけども、はい、どういうふうにあの急にこのカバン屋さんからこう針っていうね、その辺がちょっとわかんないんです、まあ、急に針にはならんかったんですけどそうなったんですか、結局ねその後あのカバンを、ね、行商、ね、行商にねやってて、でその後ねあのさっき言ったあのまあさっき宇賀さんと話したんですけど、うん、あの整体の方をね、はい、あのやるかと思ったんですね。あのなんか整体には興味があったんですか。まあとにかく腕一本でやれるいうのが興味だって、自宅改装したらねあのすぐできるかもしれんじゃないですか。いや整体だったら、ね、僕ほら武田青年の時から今ずっと聞いてたら家庭教師とかそっちの方向進むかなと思ったんですけど、家庭教師はその時ねだから、うん、あのしばらく行商をやってちょっと落ち着いた頃にさすがに何もせんのまずいなと思って家庭教師始めて、うん、まあそれがまあまああのねあの、うん、うまくいってたからこう勘違いをして、うん、塾やろうかなって、あそうそう俺はもう そっちの方向行くだろうなと今武田ドラマで思ったんですけど違かったんですね。いや 塾やりたいんだけどって箱根見たらね、うん、あんた何考えとんないで、うん、この東香川、うん、どんどん少子化が進んでてね、 あっちこっち街見てみて、もあの塾潰れこの塾潰れでね、もうほんまにそんな時にね、そんなもう少子化の時に、そんな塾なんでもうバカなこと考えんじゃないのって、逆のことやなさい、逆のことを言ってね。逆って何やろうってね、その時ね。あそれがね、もんもんと引っかかったままね、家庭教師をダラダラ続けてたんですけど。先週、ほら、東香川で塾しょる人が。藤原先生ね。あの先生すごいですけどね。だけど、東香川ってほんまに人口が少なくなっちゃったんや。まあほんまその時からどんどんね、少子化の、まあ、波が来てたしね。先週も酔ったよね。そうですね、はいはい。もうこんなとこで塾するの大変なんやでって。そうですよ。だから藤原先生すごいと思いますよ、本当に。120人もおる言うて酔ったね。ねえ、本当に。すごい、本当に。あ、そうなんや。でも塾は、まあ、母親のそれでストップがかかって。はい。で、まあ、その後、じゃあ、なんか腕ね、あの、なんか手にしようかった方がいいか、なんか整体をね、うん、なんかあの、こう、まあ、さっき言った、あの、さっきは宇賀さんに言ったんですけど、その時ね、ちょっと腰悪して、行ってたですね、整体の先生のところで、あの、まあ、ちょっと、まあ、鍼灸学校入って、だいぶ後の方ですけど、うん、あの、その前からですね、ちょっとずつ、まあ、その真似事みたいなんで、はい、あの、ね、知り合いに頼まれたら、その、整体をしてたんですね。ああ。うん、鍼灸学校入る前から、あ鍼灸の前に整体だったわけですか。ちょっとしてたんですよ。あのそのまあ今から見たらねほんまにおままごとみたいな感じだったと思うけど、うん、でも頼まれたらねとりあえずやってるけど、うん、でもやっぱねリピートしないんですね、腕がないから。だからほんまこんなでやっていけるんかなと思ってて、うん、でその時にあの打たずにあの調べてみたら、うん、あの専門学校があるいう鍼灸学校の、はい、だってやるんだったらあの本格的にね、うん、あの国家資格取った方がいいと思ったんがありまして、うん、そのでもねそこまで行くのに、ね、一つのきっかけがね、うん、実は私が夏に起こしたぎっくり腰がきっかけだったんです。大きいきっかけとしては、あそうなんや、あの、うん、ぎっくり腰になってですね、うん、あのお盆明けて体を守ってから近所のおじさんおばさんバレーボールやってたから、はい、近所の体育館で、はい、でバレーボールでジャンプして着地したらこうしたらね世界がこう平行してるみたいな感じだったんですね。おうーってなってぎっくり腰生まれて初めて起こして、なんだよ体が伸びんぞってねえ、でもうその固まったまますいませんもう僕無理ですからって帰って、で熱い風呂入ってとりあえず軽くストレッチして寝て、次の日の朝起きたら治ってるかと思ったらね、これがまた全然治ってないんです。余計痛くなってですね、で
その時に、あの、日曜日だったから、いろいろ調べて、なんかね、あの、カイロプラクティックのところ、タウンページ見つけて、連絡して、今日やってますかって、あ、やってますよって言ってね。それでやったらね、そうしたら、まあ、2時間ぐらい見てくれたんですけどね。これまた全然良くならないんです。カイロじゃないよ。いや、カイロ、でもまあね、すごい先生おるんかもしれんけど、途中でね、なんか、あの、この、あの、マットいいでしょって。あ、マット売りです。マット、いや、マット、あ、いいんですかって。この枕もね、なんとかの特殊加工でって言われてね。びっくり腰ですって。びっくり腰、マットいいでしょって。で、マットね、あの、これ買いませんかってね。あの、分割払いも聞きまして、でね。で、いくらですかって言ったら、そしたら、消費税込めて、20何万ですって言われて。で、あの、で、この枕を開いたら、あ、それはね、あの、1万円ですって。ね。あの、分割払いも聞きますんで、でね。いや、そんな急に言われてもってね。で、またさらにやってたら、あの、途中からね、うん、あの実はあの、うん、カイロプラクティックがですね、うん、あのうちの トップの社長が国会議員とも知り合いで、うん、今度あの国家資格になるかもしれんのです、うん、そしてさらに保険も効くようになるかもしれないんですと、うん、あなたも私たちの男のスクールでカイロプラクティック学びませんかって言われて、ね、でそのカイロプラクティックの学校っておいくらぐらいですかって言ったら、うん、あ、200万ぐらい、200何万ですって結局やってる間にマットと頭を進められてカイロプラクティックの学校進められてでぎっくり腰は治らんで、で8000円取られて、で次8000円もいった8000円で、次あの予約いつにしますかって言われて、次分からんですけど、じゃあ来週、うん、日曜日どうですかって言って、いや東川がして、あ、じゃあ私たち東川が行きますよって、それだったら交通費ですって、いや8000円でいいですよって、おうおう、それは、ね、東川来て8000円ね、もうだったら、あ、まあね、あれですよね結局その後、まあちょっと電話してね、あ、すいません、来週日曜日用があるんで、うん、またこっちから電話しますで切ったんですけど。ほんでもう一回でやめたんですね。一回でやめたから、もうかなわんわ、なんなんで結局、うん、ぎっくりしてね、結局、まあ、3週間ぐらいしてなって、まあ、ある。え、それは何もう、ほっとったら治った。いや、あの、まあ、整体のいい先生がね、高松市内におって、そこ行って、たまたまフラッと入ったところが、まあまあ、すごい先生で、で、まぁ、あ、ちょっと後で弟子入りすることになるところで、ちょっとそれはまたちょっと今はちょっと、あれですけど、まぁ、あ、こういうん、ちゃんとした技術があればいいなと、それで、あの、ちゃんとした国家資格取ろうと思ったんです。あ、それでもう、その、歌津の方にある学校に、専門学校行ったんです。専門学校に行き出したわけですね。はい、そうです。で、まぁ、あ、いよいよもう、鍼灸院さんになるわけですか。まぁ、あ、鍼灸院いきなりになるんじゃなくて、その、3年生の夏頃ですね。はい、その、何年行くんですか、はい。3年生です。3年か、はいはい。3年の夏になった頃に、その整体の先生にね、あの、この整体教えてもらえませんかってお願いしたら。その話が今入って、ぎっくり腰を治してくださった、はい、整体院さんに。そうです、そうです。はい。言うたら、おいたら30万持ってきたら、そしたら教えてあげるって言ったから、で、まあ、日曜日に来なさいと。まあ、それは学校も行けるわけでしょ。学校も行きながら、その日曜日は空いてるから、そこにね、学んで、はい、うん、学ぶと、それでね、うん、もう一人ペアの人がおって、ああ、その人とペアで、一緒に練習したらいいと。お互いもんでね。もみ合ってね、交代して。で、やってたんですけど、うんうん、途中から先生がね、だんだんね、僕ともう一人の人によってね、態度があからさまに違ってきたんですよ。全く。武田様は遠いですね、うん、で、なんか後で分かったんですけど、なんかそのもう一人の人はですね、はい、日曜日だけ教えるいう話だったのに、はい、平日も行ってですね、はい、教えてくださいって、朝一からね、うん、その治療に行くんですね、はい、その整体の先生のところに。はい、で、そしたら、平日教えないで、帰れってね、先生は言うんやけど、ちょっと、治療所で放棄貸してくださいって、いきなり、その、庭入っ治療の前の、玄関とかを掃除さすんですね。そしたら、一生懸命やってるから、うん、社内の、おれとか言って、横で見とけとか言って。そしたら、どんどんね、腕の差がついていって、で、しまいにはね、僕のことを、あんたは何やってね、あいつは平日でも来て、こんな風にして練習してんのに、お前はまだこんなレベルもちゃんとできんで、でね。で、他の、あんたが今まで見たモデルの患者さん、あんたのことなんて言ってるか知ってるかって、うん、なんて言ってんですか。そしたら、あの子はちっとも向いてないから、あんたから辞めるように言うてやりまいとか言って。もういやそこまでケチョンケチョンですよね。俺30万払うとるやん、言うて。でね、まだ、ね、あいつは200万も払って、あんたはうちの娘の家庭教師やってくれたからね、30万に負けてやったけど、あいつは200万も払うとんやと。ね、残りの、ね、払ってくれたら、そしたら、これから先の技術を教えてやる、って。で、明日日曜日、ね、朝ね、何時にね、またモデルの人も頼んどるから、また学びたいなら来なさい、ね、もし来んかったら、あんたとはそれで、はい、さよならや、って。で、次の日僕結局ね、もう行きたくなかったから行かんかったんですね。ちょっと待ってください。30万払うとるわけでしょ？払ってます。ほんで30万で、ある程度教えてくれる言うって言うたのに、うん、何ヶ月教えてくれたんですか、ほんだら。まあ、どれかな。
まあ3ヶ月ぐらいは3ヶ月まあとにかくそのもう一人の人ペアとなってね、日曜日行って、まあ自分なりに、だって毎日やって日曜日だけやろ、日曜日だけね、それで練習して、まあ三四十二じゃん、はい、そうですね、まあそのぐらいは行ったと思いますけど、だけどまあとりあえず僕はそれでもういいやつで、もうこんな言われるならね、もう残りなんぼですか、あの200-30万で170万ですか、こんなん出せるかと思ってね、いかんかったんですね僕ね。200万円最初言ってないんやろ。言ってないですよ。いつの間にや200なんて。だから あいつは200万払うとるから。帰ろと一緒。帰ろも200よって。なんか200万で一つのキーワードなんかなと思うんですけど。なんかギリギリ出せない、なんかちょっと詐欺の世界みたいな。いや、学校は何ぼ行ったん ?3 年間で。あ、それはね、やっぱ、いろいろアパートやなんや、まあ、それ500万はいりましたけどね。でも3年間でちゃんと教えてくれる。まあ、それはやっぱ国家資格も取れるしね。ねそれだけのこと追い込む価値があると思いましたけどね。30万もらっとて、次200万言う人は信じれへんよ、それ。だからね、もうそれでもう嫌になって、次の日行かんかったらね、そのもう一人の勉強してる人が電話かけてきて、ね、お前なんで朝行かんかったんや、ってね。昨日ちゃんとあなたもね横で聞いてたでしょって、うん、ね、こんかったらそれでさよならやってね、だから僕は大人の一人の一対一の人間の関係としてね、いかんかったいうことで僕の意思を示しただけですよ、言ったらその人も失礼やないかってね、うん、モデルの患者さんも来たんやからってね、うんうん、でまあ一応その後謝りに行ったんですね、すいません、うん、もうこれ以上もできんのでってね、うんうん、言うたらね、まあね、まあいろいろ言われるわけですよね、ほんまにあんたはどうしようもないでもね、まあ親の教育悪かったやろなってもういよいよ切れますね。うわー、そういう、ああ、そっか、そんな目に遭ったんだね。だけどね、その後ね、うん、私が開業してね、うん、家建てる前のね、10年目ぐらいの頃かな、その先生が、うん、まあ、その先生、B 先生としましょう。B ですけど、開業して10年経った頃に、頃ね、家建て、今の新旧。その前、テナントの時に来てくれたんですけど、その先生 B 先生としたら、はい、B と申しますけどちょっとマッサージできますかって連絡があって、はい、そしたらその先生が来て、その先生って思ってなかったんだけど、思ってなかった、何でね、もうありふれた苗字やからね、まさかその先生が、あ、すみません、その先生はご迷惑かけましたお世話になりましたってね、そしたらこう治療院をぐるーっと見渡して、うん、繁盛しとるみたいないかってマッサージ受けながらね、マッサージして、うん、してる時に、うん、僕と一緒の時に勉強してた先生とかね、他にもなんか別にお弟子さんなんかその後養鶏取ったって聞いたんやけど、うん、みんな頑張ってやってますかって聞いたのね、うん、そしたら一言、みんなあかんのその一緒に同僚いうかこう、まあ、やってた200万払った人も含めてね、あ、まあ、その後別にお弟子さんも5、6人取ってたって聞いてたんで、皆さん元気にやってますか、はい、って何気なく聞いたらね、はい、そしたら、うん、みんなあかんの、誰一人うまくいったらもん、相手。何だったあの時の相手。ほんなら教えて、最後まで教えてもらったら、武田さんの方が。結果的に。なんか、ヤオハンでも言われましたね。切るばっかりしちゃったから、お前一番遅いんじゃ、声だけ出すとか言うて。ほんで、他のやつ言うてやったのに。帰ってきたら、なんでお前が残ったどっちかって落ちこぼれ言うといかんけど、まあ、そっちの方が。不器用なんでしょうね。そっちの方が残っとるやん。だからもう本当にね、要領が悪いというか、不器用というかね、そんな人間なんでしょうね。いや、かなりあれですね、面白いですね。でも、うん、世の中ってそういうもんですよね。怒られて、馬鹿にされて、自分がどういう一番遅いとか、うんうん、覚えが悪いとか、いう人ほど案外残ってますよね。うんうん、まあ、そうですね。だから、うん、まあ、僕もね、最初からそういう、まあ、だから、瞬読なんか、まあ、ほんま、特別だと思うんですよ。うん。うん、だから、ほんとね、スポーツもそうだし、なんか手先使うこともそうですけどね、最初から、上手ですねって言われたこと一回もないですね。いや、僕もね、今、文章を変えたりなんかするじゃないですか。僕は出版部っていうところにいたんですよ。はあ、で、その出版部で、6人か7人ぐらいいたんですよ。はいはいはい、一緒に同僚がね、その同じ仕事してるので。はいはい、そので一番落ちこぼれだったんですよ。あ、やっぱり、やっぱりなりましたけど。すいません。ほんでな、ほんで、記事書くんで、よいよ記事が書けんけん、はい、四国新聞見よったら、はい、ちょうど四国村の記事が僕書かぬいかんのが、はいはい、書いとる記事があったんですよ。はいはい、それをまあ大学時代よく、
こう映すのばっかりしとったけん、はい、それパクったんですよ。はいはい、で、バレちゃって、あお前何やってんだって言われちゃった。これパクってるじゃないかって言われて。言われた言われた。そういうようなできない人間だったんですけど、はい、結局その怒られた上司、まあその当時の社長ですね、うん、が亡くなるまで面倒見たのは僕なんですよ。ああ、やっぱね、出来のいいことほど、ほんで、いいほど可愛いとは言いますからね。できた人は、もう、ほんま、パラパラパラーとおらんになった。うん。ほんで、できん人間が最後まで面倒見たというか。まあね、だから、ほんといろんなことで言えてると思いますよ、それは。やっぱり、こう、不器用で、なんか容量の悪くて、その分なんかね、試行錯誤を繰り返して、なんとかうまくやろう、なんとかうまくやって、やっぱ努力ね、しようとしますから。そう、だから文章で今、飯稼ぎるとこあるんですけど、うん、その当時一番文章、映すぐらいしかできなかった人間が、それで飯食いよりますからね。いやー、わからんですね、人生。わからんのですよ。ねえ。うん。武田さんの今のお話聞いてね、はい、本当にそういうふうに、まあ、思いました。うん。まあ、それから、まあ、いろいろ先生来られて、はい。お前やっとるやないかというぐらいになったわけですね。まあ、そうですね。うん、で、まあ、まあ、なんとか頑張ってます言ったらね、はい、で今度、ちょっと、ここを引っ越して、うん、自宅兼、治療に建てるんです言ったらね、うんね、まあ一応、うん、まあちょっと心にもないんですけど、うん、先生にいろいろ教えてもらったわけです、ありがとうございますって言ったら、心にもないのに言っちゃったら、そしたらね、それはあんたが頑張ったからやいて。まあね、それは俺が教えたけんとは言わんだろう、ね、これで言うたらあまりにもズーズーしすぎるぞ。まあね、まあでもまあね、人生そういういろいろドラマでいいんじゃないですかね。まあそのようなところであるんですけども、はい、ちょっとご家庭のことをお聞き、奥さんも僕知ってるんであれなんですけど、はいはい、武田さんの結婚観とか夫婦観っていうのはどんなんですか。うん、まあ結婚ってね、本当に思うんですけど、うん、修行ですね。本当にまあ言うてええことだけ言うていいですよ。言うてええことだけ言いますけどね。はい、私はね、結婚したらね、すごい楽になると思ったんです。はい、今までね、独身時代ね、洗濯とかね、はい、食事作るのとか全部自分でやってからね、それがもう一気に、はい、妻がやってくれてね、はい、で、仕事の専念できて、はい、だから相当自分の時間が増えると思ったんですね。はい、そうしたら結婚したとたんですね、プライベートの時間がですね、はい、10分の1ぐらいになっちゃいました。はい、分かります。なんでこうなんだろうってね、思うんだけど、まあ、ね、まあ、妻には怒られんとは思うんですけど、まあ、ともかく、妻は、おおらかな性格。のんびり。のんびり屋さんね。ね。おおらかな。その辺、散らかってても気にしない。だんだん僕は散らかってたら気になる。はい。ね、皿とか洗ってないのを流し置いてたら、もう、ね、とにかく洗いたくなる。ね、洗濯物畳まんまその辺をほっぽり出しとったら、畳みたくなる。あ、そうなんだ。ね、洗濯物溜まってたら洗濯機回して、干して、ね。風呂掃除、あ、やっぱ俺がやらないかなとか、トイレ掃除、当然ね、やります、商売人である以上、はいはい、ね、食事、うん、ね、やっぱり最近ですけど、妻、カメラ屋に勤めてるんですけどね、はいはい、お昼になったら、ちょっとご飯炊いてですね、うん、お味噌汁、ちゃっと作って、うん、間に合うときはインスタントで作って、うん、ね、ほら、保温のためのお弁当箱、おうおう、ね、妻の分と、でカメラさんのオーナーの分、ね、両方作って、あ、すみません、武田健でございます、ってこうやって、保温の弁当持って行ったりして。出前やってんです、昼。え、家から近いんや、あそこから。もう、車でもう5分もかかりません。ね、だから、保温のあったかいね、ご飯とお味噌汁をですね。おうおう、俺、中学時代持って行きよったら、保温のジャーナーあれやつ、ね。そうです、そうです。丸やつ、ね、なるほど。それはね、武田健でございます。みたいな感じでね、だって、保温の弁当持っていくんです。武田さんは作んじゃうの？私は作ってます。すごい。すごいですね、武田さん。自分で兼業しようとって言ってます。専業しようとじゃないですよ。兼業しようと。これはできないわ、俺は。すごいわ。だからその性分だと思うんですよね。はい、だから、まあ、林業法人会でもね、会長さんにね、武田さんはもっと人に任せてこう役を振ってとかね、そういう勉強せないかんなって言われるけど、まあ、ついつい家の癖がついてるのがね、もう目の前にちゃっちゃとあったら、自分でやった方が早いなと思ってやってしまう悪い癖がついてるんですね、僕。まあね、割と大先輩もそんな話してましたね、ちょうど。まあ、そういうのは夫婦間でさらりと聞きましたけれども、まあ、いよいよね、もう1時間を超えたんで、はい、最後の方になってきたんですけれども、はい、まあ、今現在ね、武田さんが、まあ、非常に、よくする言葉で、
何言うんですか、香川県で一番痛い鍼灸師というような。鍼灸院ね。鍼灸院でも鍼灸師でもあるんですけど。鍼、ま、灸、あ、院っていうようなことのキャッチフレーズをね、はい、作っていってるんですけれども、はい、それ、俺言わん方がええんちゃうって言っても、いや、それはあれですって、なんか、そうなった経緯というか。あ、もちろんありますよ。ある、そのあたりちょっと聞きたいんですけどね。3年目まではですね、開業して、はい、普通に針打ってたんですね。はい。腰が痛いと言われれば、腰の学校で襲ったつもりにポンポンと打って、はい、電気流しますよと。はい。ね、あ、肩こりです言ったら、肩のね、その凝りのポイントの、学校に慣れたつぼのところに、ポンポンと針打って、はい、電気流しますよと。はい。だけど、これで流してる、直してるっていうのかな、その実感が全然なかったんですね。で、このままではもうね、自分が治療者として、うん、どんどんダメ、こう、なんか技術も何もね、身につかんでダメになっていくんではないかと思ってですね。うん、まあ、何よりは、太田っていうところはですね、やっぱり働いてる世代の人が多いんですね。僕は最初、勉強してた武将山は高齢者が多かったですけど、はい、太田に来たらですね、治療を求めてる人が多いわけですよ。仏性山も治療じゃないの？仏性山はやっぱその時、まあ、疲れてた身もあるんですけどね、やっぱり高齢者が来る人が9割ぐらいでしたから、1日100人ぐらい来る治療院だったんですけど、もちろん100人全部私が見るじゃないですか。5、6人スタッフがおって、で交代しながらね、みんなで割り振って、で、マッサージがメインでね、うん、で、まあ大体15分から20分ぐらいマッサージして、マッサージもうメインで、あと電気当てますいうんだったけど、うん、大谷来たらもうまるでそれがね、比率が逆転したんですよ。うんうん、働いてる人がもう9割ぐらい。じゃあもう何回も来ねえよね。そうです。で、やっぱりね、みんな、うちは予約制ですから、その時間をね、決めてきてくださるわけですから、うん、結果が求められるわけですね。わかるわかる、うん。だからもう3年目ぐらいからですね、思い切ってね、羽のやり方変えました。もう絶対直すんだということで。歌で学んだことを。もう一回捨てて。手張りで一応学んで捨てるという。捨てる。そう、そうです。ね。おうおうおう、捨てて、その時ですね、テレビとかで紹介されてたんですけど、うん、うちの母親がね、たまたまビデオで撮ってくれた、これなんかすごいから見てみとか言ってね、うんうん、その、東京の六本木で、河合先生って言うんですけど、うん、小泉元総理とか見てる凄腕の先生の、うん、その治療風景がテレビでね、ビデオで撮ってくれて、うん、そう見て、あ、これは確かにすごいと思って。わかる、うん、見たらわかる。見たらこれね、なんせね、張りね、ダーッと腰のとこね、10本から20本から並べてね、これで立ってもらって動いてもらってますから、これで腰を直します。針打ったまま？針関節のとこに10本ぐらい、うんうん、ぶ刺したまま、うん、動いてもらってますから、で、これで腰が緩みますって、うん、やってるから、あ、これはすごい、この技術なんとか学べんかと思ったら、ちょうどその時情報でですね、うん、その河合先生のところの鍼灸院がですね、うん、DVD を、技術一挙に公開しますって、はい、出すって、DVD。うんうん、これなんとしても手に入らないかって、どうやったら手に入らないかって調べたら、うん、こういったら、電話連絡したら、そしたら、DVD 送ります。現金書けたもんで送ってくださいって。うん、現金書くと思って、うん、なんてアナログなんて、そんなに、ほんまに送ってくるんかいなと思って。でもちゃんと、すぐ送ってきてくれて、うん。で、その DVD 見てひたすら勉強しましたね。そしたら、だんだんこう、結果が出るようになって。あ、その DVD でわかるわけですか。まあ、それは下地がちゃんとあるからね。まあ、ある程度もちろん基礎はありますけど、うんうん、やっぱね、方法論っていうんですかね。うん、だから、ぎっくり腰でも一回で治るんだとか、うん、むち打ちでもすぐね、速攻性があるんだとか、うん、そういうのがわからなきゃもうほんまね、どうしようもない。うん、だから、やっぱり優れた先生について学ぶのは大事なことやし、その河合先生もね、その一挙に技術を公開しようとしたのは、全国の鍼灸師の中でね、うん、私のやり方ね、これはもちろん、会社にずっと負担のかかるやり方やから、うん、全部の鍼灸師に理解してもらおうと思ってないと。うん、2、3% の、本当に治したいと思ってる鍼灸師に理解してもらったらそれでいいと。だから私は技術を公開することにしたんだと。いうね、その DVD にそういうふうに載ってたんですね、その川合先生の言葉がね。だから僕ももう患者さんにね、もう負担を強いる、吐きでもうこんな痛い針はないわってもう言われるの覚悟の上で、やり方を一気に3年目で変えました。それって痛いんですか、やっぱり。痛いですよ。自分でやっても痛いかもしれない。自分でしょっちゅう試しますけど。こう痛みがない方がお客さんは喜ぶと思うんですけど、やっぱりでも、うん、結果が求めるには、その代償として痛みっていうのはあるわけですね。それはね、やっぱり、だから、うん、まあ、一回良くなるから、今日乗り越えてくださいと。うん、だからまあ、言うたからにはやっぱり約束は果たさないかんと思いますからね。ああ、そっか。だからまあ、ほとんど、まあ、一回勝負、真剣勝負やと思ってます。ああ、一回行くは真剣やね、それ。そうです。うん、まあ、こんなことを言うたら、ちょっと言いにくかったら言わなくて結構なんですけれども、はい、まあ、いろんな、特に今もう、僕らが若い頃と比べると、はい、針よりもむしろマッサージ用かな、はいはい、そういうようなとこ多いじゃないですか。ありますね。で、うん、値段もまちまちで安いとこもありゃめっちゃ高いとこもあるし。ありますね。はい。
どんな業界として、まあカバン業界はまあいろいろ聞いたんですけど、逆に武田さんのいらっしゃるこの何言うんですかね、マッサージ業界言うんですけど、何業界言ったらいいのかな、ちょっと分かんないけど、まあ治療全般というか、まあまあ癒しも含めてね、癒しも含めて、はい、そうですね、今どんな状態になってるんですか、ちょっと僕ら一般から見ると、うん、もうなんかあれでしょ、たくさん乱立したでしょ、この数十、まあ、10年ぐらいかな、そうですね、バーッと、あのやっぱりリラクゼーションのところがリラクルとかね、あの全国チェーンもあちこちにできたりして、うん、そっちの方がだんだん増えていると思う、あのすごい勢いで増えているんで、はい、だからどっちかというとその生体カイロプラティ、まあ、その私たちの鍼灸も含めてね、うん、その治療の方向、うん、治すんだというところが、うん、全体の比率でだんだん下がっている気がしますね。あ、でも結局僕も何度かいろんなところ行ってみたことがあるんですけども、うん、50肩になった時ですね、はいはいはい、結局直しきらんかったです。ああ、そうです。うん。やっぱり 日にち薬で1年経って、うん、まあ、もう全然大丈夫になったんですけど。まあ、50肩は、うん、例えば整形行ってもね、平均半年ぐらいかかると言われてるんです。うん、リハビリ一生懸命頑張ってもね。あ、そうなんですか。だから、半年でね、治るとしたらですよ、うん、まあ、これはまあ、あくまで、私の主観でね。主観でいいです。主観なんですけど、うん、半年で治ったんなら、頑張って整形にリハビリね、うん、3件、あのその半年間通い続けたから治ったのか、半年間経ったから自然治癒で治ったのか、よく分からんじゃないですか。分からん、僕結局ほっとって治ったの、ね、うん、だからそれだったらね、もう張り付こうて50肩だったらほぼ1回で、うん、あのスッと肩が上がるように痛みが取れるぐらいにしないと、これはね、うん、こんな痛い張りなんだから次から患者さん来てくれるわけないと思ったんですね。あ、だから絶対結果を出すんだと、だから本当に1回1回が真剣勝負だと思ってます、うん、あ、そういうことか、うん、それでもまあ、香川県で一番痛い、鍼灸院っていうことを言い切りで始めたんですね。まあ最初から言ってたわけじゃないですけどね。とにかく3年経ってから、ああすみません、ちょっと電話で、うん、ごめんなさい、ちょっと電話すみません、うん、はい、どうぞどうぞ、はい、もしもし、武田ですが、武田鍼灸マッサージですが、はい、あ、どうもお世話になります、はい、はいはい、ああ、やってますよ、昼の何時ぐらいがよろしいですか。あ、1時からだとちょっとね、先約があるのでね、ちょっと朝とか夕方は無理ですか。あの4時とか、あ、じゃあなんとか3時で来てもらえますか。あ、3時でお二人ですね。あ、あ、じゃあそれでお願いします。はい。はい、お願いします、はい、失礼します、はい、失礼します、あ、失礼しました、いいの、回答があるのもいい、はい、大丈夫です、あの頭で入れときます、すごい、はい、この辺が頭入れとくやつ、いえ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 、忘れようします、はい、あの何の話してましたっけ、何の話してましたっけ、忘れちゃった一番痛いっていうことで、いや、自分で一番痛いって言い出したんじゃなくて、患者さんが、あの、今までいろんな鍼灸院行ったけど、はい、こんな痛い初めてやっていう人が何人も出てきて、あ、これはほんまに痛いんやなと。はい、もしかしたら香川で一番痛いかと思って、でももしかしたら、まあ、いくらでも一番いいことは、まあ、せいぜいトップ10に入るぐらいやと、香川の中でね、はい。と思ったけど、今患者さんがね、もう2400万超えてるんですけど、ね、それでもまだ未だに、ここより痛いとこあったよって誰も言わないんで、これはもう、まあ、少なくとも香川では一番な間違いないなと思ってるんです。え、2400万超えても患者さん超えてます、うん、だから2400人は経験したということですか、まあ、ほぼあのうち9割方張りしますから2400人とは言いませんけど、うん、2200、300人は経験してると思います、僕の針をその中でずっとやってるけど、やっぱり香川で一番痛いというのを、うん、今までの中で痛いいうばっかり聞け、はいはい、あ、そういうんだ、やっぱり確信に変わってきたんですね、もう確信ですね、これはね、ほう、はい、まあそっか、もうそういうことで、武田さんの思いとしては、もう、こう、一回で治しきるぞというような思いで、はい、ずっと、あの、治療に向き合っているという状態ですね。はい、そうです。わかりました。まあ、最後にね、今度、武田さんの、この、こういった、ビジョン、はい、将来の、はい、とか、そういうのはどうなんですか？まあ、将来のビジョンはね、うん、あの、前も宇川さんには言ったことあるんですけど、はい、あの、弟子を1000人育てたいと。ね、あの自分の技術を、ね、このまま、ね、あの自分の代で終わらすのは、はい、あまりも、ね、あの私としてはもったいないと思ってるんですよ、はい、ですからあのどうしたら、ね、こう弟子になりたい人が、ね、あの
は増えるんかなと思ってるんですけど、やっぱりそれは僕自身がどんどん結果を出し続けてですね、あそこの先生すごいよっていう評判が、あの私が何も特に宣伝しなくてもね、はい、例えば歌図の私の卒業した専門学校にまで、はい、あの伝わるぐらいまでね、うん、私がどんどん腕を上げていかなきゃいけないと思いますんで、うん、まあとりあえず今は目の前のことをね一生懸命やってれば自然とね、うん、弟子志願者が増えていくんではないかと思っております、はい、いやちなみにね、はい、あのこのビデオを見てね、はい、動画を見て、はい、なんかこう弟子になりたいとかなんかそんな人がおったらどんなしたらいいんですか。逆に、はい、うん、武田さん弟子になりたいいう人がおったらどうなしたらいいんですか。いや、まあ、とりあえず電話くださればね、はい、あの技術はねあの教えていくから、うんね、ただ約束してほしいと、お金は取らないから。取らんの。取らない、取りません。あのまた30万でね、私はもう嫌な面負ってるから、ね、30万がまた200万になるんでない、なりませんいやただね、あのただで教えるから、はい、その代わりね一人以上に必ずこの技術を教えてほしいと、鍼灸師に。それは約束してほしいと。あ、自分が教わってできるようになったら次誰かに教えてほしい。誰かに必ず教えてほしいと。これで広げようと。そう。で、その人にも伝えてほしい。教えるから必ず一人以上に教えてくれと。これはもう延々とこう約束して教えるからには。ペーフォワードみたいなんですか。こうやってこう、ええことをだん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 広げていくという。まあそうですよね。一人が一人に、まあ、うん、広げてはこう周りが。そうです、そうです。うん、だから自分の代で終わらせないでほしいと。その、うん、ね、もし弟子志願者の子が来たら、あの持ってるものは全て教えるからね、必ず一人以上に教えてほしいというのは約束してほしいと今言いますね。武田さんすごいね、まあ、そんな志持っとったんやね。いやでもまだそういう人がね、いや、ま、俺千人言うから、うん、あ、千人だったらどういうふうに広げていくんだろうって思ったんだけど、あ、そういうことだったら千人になって可能ですよね。いや、まあ、あの、うん、いろんなあんです、あの山ほどね治療のセミナーみたいなんでね、あの、うん、ファックスでもいろいろ来たりするんですけど、うん、こんなんで教えるから、あのまずなんぼからですとかね、うん、初級編はなんぼですと。ほとんどそれですよ。ほとんどそれね。そうしたらもう、うん、そんないろいろ来るからどれがいいやら分からせんのですね。ああ、これこそは素晴らしい技術です、うんうん、あの例えば高松の中で、うん、あの5人の先生だけ特別にあの先ね、あの教えますんで早めにお申し込みようみたいな感じでね来るんだけど、うん、まあ大概そんな風に急がすやつは、うん、うん、おかしいか怪しいやつやなと思ってますけど、うん、あ、やっぱりそのね、うん、通り物を言わねえとなんかあるじゃないですか、整形な、何でしたっけ、ね、なんて言葉でしたっけね、うんうんうん、あ、そのね、そういうふうに物を言わねえとね、なんか自然とそういう人が集まるみたいな、あ、そういうふうにしてね、あの学びたいという人が来てくれたらそれが一番いいと思いますね。そうですね、はい、分かりました。じゃあね、最後、これはもう最後になります。未来のね、ローカルヒーローヒロインに対してですね、はい、武田さんの今までの人生、歩んできた人生があって、はい、今現在に至ると思うんですけれども、はい、その方に向けてまだまだこう苦労されたり、まあ本当に私はこの地元を愛してます、香川県が発展をすごくしてもらいたいと思うし、はい、やっぱり都会じゃなくてローカルがこれから輝く時代、その中に一番大事なのは、まあ、先ほども申し上げた人間関係だとかね、はい、やっぱり人っていうの、ヒューマンっていうのが大事だと思うんで、はい、その方に向けてちょっとメッセージをお願いします。はい、今日はですね、あの最後まで聞いていただいてありがとうございました。で、本当にあのこう僕から見たらですね、やっぱヒーローになる人っていうのはですね、あの常にアウトローだと思うんです、うん、もうあの人絶対おかしいよとかね、何やってんのとかね、あげて後ろ指を刺されてるみたいな人が、あの本当の意味で の, あのヒーローになる、時代を切り開く人はね、常に周りの人をね、あの戸惑わすこともあるし、もしかしたら迷惑をかけることもあるかもしれない。それでもね、あのそういう言葉に惑わされずにですね、あの自分をあのつないでひたすらですね、あの精進していくうちにですね、認めてくれる人が一人二人と現れてですね、だんだんそのアウトローと言われていた人間がですね、ヒーローになっていくんで、だから今ね、自分がもしかしたらあの何かはみ出せないかと、おかしいんじゃないか、世間の順から言うたらおかしいんじゃないかと思っても、でもね、そのアウトローな姿勢をですね、あのどうぞ貫いてください。そしたら本当のヒーローになっていけると思います。私もそのね、アウトローをまだ貫いてますけどね、本当のヒーローになるべく今後も精進していきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます、はい、かなり今日は、もう濃い話っていうか本当にアウトローな話が多かったですけれどもはい、はい、まあまあ武田さんの人生、客観的に見てですね、はい、本当にまあいろんなことが起こっております、はい、でもそれにめげずにですね、はい、前向いて進んでいけば、
まあ、先生に認められてね、また、はい、お前ようやっとるでないかとか、はい、そうですね。そんで、お前まだやめとらんのかとか、そんなこと。結局、ドンサイでも、もう本当にね、一つ一つそういうアウトローを貫いていくと、それが中心軸に来るというようなお話だったと思います。はい。はい、まあ皆さんもね、コロナ禍、もうアフターコロナになります。これからどんな時代が来るか分かりませんけれども、はい、アウトローになってですね、はい、自分の人生を貫いてください。はい、まあそれが、やっぱりこれから大事ですよね、それ。そうです。ね。もうこれからの時代ね、本当にあの、宇賀さんがよく言ったら、風の時代。はい。この時代。はい。ね、だからもうほんまね、周りにこう流されることなくね、はい、自分で、こう、風を起こして、はい。で、自分の道をね、突き進んでいく。はい。ね、そういう人がね、このね、この令和の時代を切り開いていくと思いますね。みんな、共に頑張りましょう。はい。はい。それでは、皆さん、ありがとうございました。はい。さよなら。さよなら。